アプリリアは、イタリアの自動車メーカーランチアが1937年から1949年まで生産した小型乗用車である。創業者で、天才的なエンジニアであった、ヴィンチェンツォ・ランチアが死去したのが1937年2月、まさにその月に生産開始されたアプリリアは、彼の遺作にふさわしく、革新的な技術が、惜しげなく採用された。 自流に大きく先んじた乗用車であった。車体は、この当時としては最先端のフルモノコック構造であり、それでいながら、当時のイタリア製4ドアセダンで流行していた、観音開きで、センターピラーのないピラーレス構造を実現していた。カロッツェリアピニンファリーナの創業者、バッティスタ・ファリーナと鳥の工科大学の協力を得て、風洞実験を使ってデザインされた。 最初期の自動車の一つであり、空気抵抗係数は0.47と、第二次世界大戦前の市販型乗用車としては、極めて優れた値を記録した。サスペンションは1922年登場の、ラムダ以来のスライディングピラー式、前輪独立サスペンションに加え、後輪も、スイングアクスル式の独立となった。エンジンもラムダ以来の強格、V 型4気筒で、 シリンダーヘッドもラムダ等を踏襲した独自の再一 C 構造となっていた。イタリアでは高級小型車という扱いであったが、保守的な設計の車が多いイギリスなどではスポーツサルーンとしてマニア層に愛好された。なお、当時のイタリア製高級車の伝統でステアリングは右側につくのが標準で、左ハンドルは右側通行の国でもオプション扱いであった。 初期型は、形式名238と呼ばれ、エンジンは 1352cc47 馬力で、千で、1937年から1939年まで1354台が、生産された。1939年にはエンジンが 1486cc48 馬力に拡大され、形式名438となり、 1949年までに9728台が生産された。また、デラックス版のルッソ、ロングホイールベース版のルンゴも第二次世界大戦の敗戦後の1946年以降、1949年までに706台が作られた。またカロッツェリアが一品製作のスペシャルボディを乗せるためのシャシーが7554台作られ、 ピニンファリーナの戦前の代表作となった、ベルリネッタ・アエロディナミーカをはじめ、ビニアーレ、トゥーリング・ベルトーネなどが様々な車体を滑走した。フランスでも約700台が生産された。1949年10月、後継者のアウレリアの登場を前に生産は、打ち切られた。アプリリア発売当時の日本は、ムッソリーニ支配下のイタリアと同盟関係にあったので、 イタリア車の輸入は比較的多く、アプリリアも数台が輸入され、第二次世界大戦の敗戦後も1950年代末頃まで何台かは生き残った。一台はオープンボディで、敗車後そのエンジンはオートレース用のマシンに搭載されたと伝えられている。ありがとうございます。